日本サッカー協会の田島会長がイラク戦敗戦後に鈴木選手が受けた SNS を通じての差別的発言について我々は許さない、ちゃんとやります、追及しますと発言し話題になっている。ネットでは差別発言は絶対にダメだが、ザイオンのミスに対する正当な批判についてはきちんと向き合ってほしいといった声や、誹謗中傷は許されないが戦術などについて批判はさせてといった声が見られた。今回の問題は批判の中に差別的発言が混ざっていて、確かに批判に人種差別とも取れる意見が入ってしまうのは許されないことだと思うわ。そこだけはしっかりと取り締まられるべきやわ。ただこういう時って批判と誹謗中傷のラインが人によって違ったり曖昧だったりするから、相手へのリスペクトや配慮は忘れずに発言しないとやな。よかったら高評価をしていって。